ですね。フロントが赤で、そうですね、でサイドがブラックです。ブラックですね、はい、でこれですね、まずこれでちょっと違う色かけてみようかな。これは何ていうコレクションですか？ピュアウェーブです。ピュアウェーブ、これピュアウェーブ、これは色は、はい、これでも全部単色なんですけど、グレーですね、グレー、グレー、ちょっとグリーかかってグレーですね、うん、はい、これはいいね、ビジネスシーンでも OK です。ビジネスシーンでも OK、はい、はい、じゃあちょっとこれピュアウェーブでこの形も、はい、丸々ってこと？さっき赤かけてからまた これもかけられてましたね。あ、そうだね、はい、あ、紫もかけられてましたね、はい、大丈夫、はい、どう、うん、丸、丸、新鮮です、森上さん。そう、今までは森上さんのイメージと違う、なんかでも新鮮です。じゃあこれもいけるってことですね、はい、ちょっと違う色もかけてみます、はい、でこの、はい、みんなが手に取らないようなやつをね、これバイカラーですね。あ、これ CCB の人みたいな、あ、CCB が、あ、それはサイズ大きくないですかね、うん、これはあれだ、軽井沢とかですね。大丈夫、はい、してるか、洋服なしです。これなんていうコレクションでしたっけ？これはね、ザ・ウェーブです。ザ・ウェーブ。はい、ザ・ウェーブ。これもう山線にありますね。はい、ありがとうございます。はい、発色展開ですね。うん、はい、ありがとうございます。ビビッドなカラーも展開してますので。はい、いいですね。どうですか？この上天井あってもいいですね。そうだね。この金色のこの部分がね、うん、アクセント。このブリッジがいい感じですね。はい、好印象です。はい、いいじゃないですか。こんな感じです。はい、え、あなたはいいですか？これも好印象ですか？はい、ありがとうございます。サイドもかっこいい、かっこいいですよね、はい、サイドかっこいい、はい、SPX だね、はい、あ、はい、はい、立てられてる、違う違う違う、本当、いい、これもいいね、うん、ブリッジもこの色がちょっとあの金色でもトーンを抑える感じと、上品な金ですね、はい、こういった金を待ってました。これが一番いいかも。すごいな、これ。金にしようかな。あ、でもこの外側のがいいね。これいいね。これ何ていうモデル？コレクション。アクセントシェイプ。シェイズ。シェイズってどういう意味？あの、色の陰りみたいな。ああ、なるほど。